上野の忠太郎、上野の山のボスネズミ、動き出すのは夜中だけ、だから人間はオイラには気づかない。オイラは上野の忠太郎、公園すべてが遊び場さ、仲間との連絡はスマホは使わず、テレパシー。世界遺産も俺の庭。上野の忠太郎、満天の星のもと、忍ばずの池で水遊び、弁天様と今宵もデート。上野の山はパラダイス。台から住んでる上野の山が好きなのさ、たった一つずつの種はおいらの尻尾をかじった野良猫。憎い民の